ここはな、父ちゃんが子供の頃から通ってる馴染みの店なんだってばよ。昔はもっとちっちゃい店だったけど、今はすっかり。ラーメンかよ。お前、ちょっと目を離すとハンバーガーばっか食ってるって、母さん聞いたぞ。そんなんじゃ栄養が偏るってばよ。ラーメンでも偏るのは大差ねえだろ。お前、一楽のラーメンの凄さを知らねえな。改良を重ねられた栄養バランスはなんと、兵糧丸並み。六代目ホタゲをはじめ、里の上人たちも一押しの一品なんだぜ。マジかよ。いらっしゃいま、あら、お久しぶりです、七代目。最近来られなくて、すまねえな。いえいえ、お忙しいでしょうし。あら、今日は息子さんとご一緒ですか？どうも。しばらく見ないうちにすっかり大きくなっちゃって。いや、まだまだガキだってばよ。何になさいます？じゃあ、特製ラーメンを2つ。あ、それと、ナルト無料券はまだ有効だよな。もちろんですよ。先代店主である父から七代目へのご結婚祝いですからね。むしろ光栄です。それに、任界の英雄ひいきの店ってことで、うちも随分業績がアップしましたからね。ほら。ああ、思い出すな。この匂い嗅ぐと。今は随分ピカピカになっちまったけど、母さんと最初のデートで飯食ったの、この店なんだぜ。そういうのって、もうちょっと豪華なとこ連れてくもんじゃねえの？いや、母さんが、ぜひラーメンが食べたいって言ったんだってばよ。ほんとかね？あの母ちゃんがラーメン好きとか、あんまりイメージじゃねえけど。いや、ほんとにほんとだって。その時から母さん、すっかりこの店が気に入っちまってよ。はいはい。ところでお前、アカデミーはどうなんだ？まあ、ぼちぼち。あんまり先生を困らすんじゃねえぞ。まあ、父ちゃんも。焦げまさちゃん！こんなのなんだ。お、なんだ、そういうの好きなのか？ちげえよ！友達が好きなんだよ、電気とか。言わねえかさ。こういうとこは、ちゃんとガキなんだよな。ま、順調に友達も増えてるみてえで、よかったってばよ。お待ちどうさま。いよいよ、慣例の五影階段に近づいています。今回の開催地となる木の葉の里に、各里から五影が集結し、様々な議題について話し合われる予定です。まあ、また忙しくなんの？まあな。まあいいけどさ、母ちゃんとひまわりだけは泣かせんなよ。まあ。って、ガキがそんなこと気にすんなよ、ボルト。能天気のガキじゃいられねえのは誰のせいだと思ってんだよ。いらっしゃいませ。お？ほら、奇遇じゃん。おう、ジョージ、お前んとこも親子で飯か？うん、まあね。アチスとパパは、これから毎月恒例のラーメン大食いバトルなの。バトルって、娘とそんなことやってんのかよ、お前。邪魔しないでくれよ、ナルト。これはぽっちゃり系のプライドをかけた真剣勝負なんだ。ハロウィッチという数字の前では、親も子もない非常な世界なのよ。おう、頑張れよ。よくわかんねえけど、楽しそうだな。なんでうちはああいう風になれねえんだろうな。それじゃあ、俺がこのバカ親父と仲良くしてみてえじゃねえか。どうした？なんでもねえよ。そうこそパパの、伝説の大食い女王の記憶を塗り替えてやるわよ。伝説の大食い女王？なんだそりゃ。そんなことより、伸びちまう前に食おうってばよ。おう。ごっそさん。
うまかっただろ。まあ、そこそこかな。そりゃ良かったってのよ。ここは馴染みの店だって言ったろ。店構えは変わったけど、昔からたくさん大切な思い出があるんだ。大食い女王の記録にはあと一歩及ばなかったわ。じゃあな、長次。おう。毎度ありがとうございます。まったく、あの二人以上って、一体どんな奴なんだってばさ、伝説の女王って。あら？息子さんに話されていないんですか？ボルト。ん？